はいさあ、日本の皆さん、こんにちは。南国大校長のマシコと吉川雅宏です、今日はですね、伊豆に遊びに来たのでシャンパン開けたいと思います。3、3、2、2、1、1。はいさあということで、いただきます。やっぱり伊豆に来たら、ここなんてところでしたっけ。ここは座行僧、座行僧と言ってですね、和のスイートでは日本でナンバーワンと呼ばれている、宿泊施設のスイートを今日は取ってますので、夜が更ける前に遊びたいと思います。最高。ということで、私たちは今伊豆に来てるんですけど、このね、星空の下プールがついて、そしてご覧の通り、露天風呂がついてるね、お部屋に遊びに来てるんですけど、お姉ちゃんたちがいっぱい控えてるわけですよそのうちのお姉ちゃんの一人が今飛び込むっていうんで、見たいと思います。なんかチューブトップのね、お姉ちゃんがチューブトップを脱いで飛び込むということらしいので、どんなもんじゃいと、思ってますので、では皆さんに、ご覧に入れましょう。静岡県ナンバーワンの女の子が今からプールに入場です。飛び込みは美しかったけど、飛び込んだ人は美しかった。せっかく拭いたのに全然チューブトップじゃない、腹巻きだしそういうね、寂しい夜を過ごしてるわけですよ、私たちは。なので、この動画をご覧の皆さん、今すぐにですね、私たちボーイズと遊びたいという女子はですね、今すぐこの動画の下にあるですね、QR コードを吸って、LINE アップに登録してですね、私も一緒に遊びたいとメッセージを送ってください。そうすればですね、漏れなく、皆さんに、私たちのおちんちんを差し上げます。お待ちしてますなんやそれの動画はどうでしたか。面白かったという方はいいねやシェアお願いします。私たちは沖縄での南国ライフやビジネス活動などについて毎日このチャンネルで配信しています。下の概要欄の方に、Twitter、Facebook、Instagram、 あとは生放送で私たちの日常を生配信している17ライブもありますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。最後にチャンネル登録お願いします。それではまた明日、バイバイ。